気満々だな。おお、このエレベーターで例の部屋に行ったのかな。ああ、そうです。なんとこれが。早速降りてみよう。長いエレベーターね。じゃあ行ってみるか。というわけで長い長いエレベーターだったんですけど、ああなんてすごい、どんどん下へと降りてるね。そりゃエレベーターですから、結構スピードあんね。浮遊感あるわ。あのさ、ロック解除したあのパネル、エレベーターの行き先がどうとか言ってなかった？なんか言ってたかも。行き先を変更だっけ。ゼロラブ内はエレベーターは1機だけ。今乗っているのも該当するだろうね。つまり私たちは一体どこへ向かっているのだろうね。さら、つまり俺たち、俺があの時行ったところよりさらに下ってとこ。おお、おお、こんなところがあったんだ。ここがエリアゼロのさらに奥。ああ、データ上では先ほどよりもっと仮想に位置しているよう。以前の到着地点よりさらにエレベーターが下に降りたのでは。エリアゼロでさえ驚きなのに、もう何が来ても驚かない自信あるわ。ねえ、これ何？おお、なんでこんなところに机が。おお、これはかの有名なフトゥ博士のレポートだ。エリアゼロよりさらに仮想には、仮想には巨大な空間が存在しており、その最深部にはテラパゴスゼロの秘宝が眠っている。その体は結晶体となり外敵から身を守っている。目覚めるには少し時間が必要そうだ。テラパゴスの影響だろうか。大空洞内には地上では見たことがないテラスタル現象が起きている。全てのタイプに宿したテラスタル、僕はそのテラスタルタイプを仮にステラと呼ぶことにする。テラパゴスがゼロの秘宝、結晶体となり眠っている。そしてステラとは一体。ああ、なんて輝かしい。ヘザーが記してないことがこんなに。この種類はすでに宝の山だよ。大興奮じゃん。こんな謎空間でよく案内さあげるわね。伝説のポケモンテラパゴスゼロの秘宝。やばい、もうやばい、やばい、やばい奴らが2人になったんだけど。早く奥行こうよ。まだ読み足りないが、そうだね。真実は自らの目で確かめてこそ意味がある。注意しながら進みましょう。さて、あ、乗れる。あ、手持ちから外れちゃうんだね。気をつけねえと。他にもなんかあんのかな。ゼロの大空洞、エリアゼロのさらに仮想をゼロの大空洞と呼んでいる。この空洞が形作られたのは地層が推察するに約200万年前。空洞ができる直前まで無数の何かが穴を埋め付けしていた形跡がある。陥没の深さは約1000メートル、何度も崩落を繰り返した跡がある。原因はおそらく地殻活動や雨水、地下水による浸食、最後には最大の崩落が起きた後、現在まで地形が安定している。そしてメモ、表調査する調査中に転移、温度湿度から察するに文献で読んだ東方の地だ。硫黄の匂い、高い場所、池の付近に出会った子供から白い本を。ん？白い本、東方の地ってことはあれか、おそらくあれだよね、テラス池のことか。
テラス池に行ったってことか。何これ、結晶出てきた。花みたい。道塞いでんだけど。これじゃ進めない。あんたのなんとかどんでぶっ壊せないの？とりあえずやってみようか。待て待て待て、下まえ。え？さあ、これはテラスタルエネルギーそのもの。強引に破壊すれば何が起きるか予想はできないよ。じゃあどうすれば。なんだあの、てこんなとこにポケモンが。それになんだ、不思議なエネルギーを帯びている。ちょっと離れて、先生戦えないんだから。え、すぐ、うん、チート任せた。はい、キラシチュー、キラフロリ。これがもしかしてステラ。よく見るとなんか亀が乗ってる。なんだあのエネルギーは。もしやあれが78レベル。もしかしてこれ4ベイク、4ベイったな。溶けた。でも特殊なんだな、これが。ああ。解除したのか。じゃあ10万ボルトでとどめさせたろう。チートお疲れ。消えた。光ってるのいなくなったら結晶の花も消える感じ。やはり先ほどのあれがテラスタイプステラ。全てのタイプの力を発していた。つまりもしかして今のがゼロの表ってやつ。違うとは言い切れないが、博士のメモにはゼロの表は結晶体で眠っている、そう書かれていた。先ほどのキラフロはテラパゴス、ゼロの秘宝ではないはず。奥まで行けばわかる。行こう。テラピースステラ。なんか3100リーグポイントもらった。キラーメの結晶。あ、こっち行けばいいのか。うわ、え、なんか技マシンあるな。で、いけるかな。いけたわ。よし、ドロポン。よし、なんだ回復の薬。ここもか。崖とか飛び越えてきなさい。テラス大気中のテラスレリンが飽和し結晶化しているのか、近くにいれば俺が倒すのに。よいしょ、テラピース氷。おっとっと、どっかにいるんだな。そういうことでいいんじゃない。いた、オンバーンか。オンバーン。え、新落ち方のしてんの。光のコーナー見通されちゃったよ。
まあ、10万ボルトぶっ放すか。なひじゃあもういっちょオーバーキルだ。めっちゃ拍手してんじゃん。とりあえず開けたよ。でかしたわチート、結晶消えたわよ。あの子ミライドンだっけ。やるじゃん、ひとっ飛びね。この調子で進んでいきましょう。さあ次、あれは切らんか。またあるのか。地球には注意するんで、落ちても助けられないからね。今このうちに私を止めるなんて生意気。光るやつどこにいんのよ。鬼ヶ山より行くんだ地形だな。そうね、ここかな、この先かな。いるね。そこまで行くためにはどうしたらいいんだろう。こっちかな。ギリギリ登れるかな。進めない。あ、行けた行けた行けた。なんかアイテムあんじゃん。テラピースノーマル。ああ、テラピースが手に入る手に入る。さっきなんかあっちにもあったな。あっち行ったらなんかすごい寄り道になりそうだから、やめとくか。お前は鉄の鉄のなんだかな、鉄の茨だっけ、バビラブビラカブラカタブラみたいな言い方しやな。つまりステラのパラドックスポケモンってわけか。確かこいつ電気岩だから4倍だよね。あ、鉄の茨だったか。あ、あぶねー、いてえなおい。じゃあ泥かけたろ。ああ、なんて恐ろしいやつだったんだ。これでさらに奥へ進めるか。チートくん、進路が現れたよ。よし、しかしあれだな、お任せ回復したろ。あれ PP は回復してないな。せっかくだからなんか PP 回復系使うか。
TPA だでいいか。よし、PP エイダーが10個何十個もあるっていうのあまり見ないからな。よいしょ、それじゃあ次へ行こう。何度もすまないね、レオ。いいよチートくん。スモーのテラスタルエネルギーの濃度が高くなっているようだ。先を急ごう。